はい、次。仕事中に街の美味しそうなお店をチェックする。そして後で行ってみるっていう。これラーメン屋さんとか、おしゃれな、なんかこう、なんだろう、路面にある飲み屋さんとか、そういうのをチェックして、Google とか食べログとかチェックして、後でちょっと行ってみようみたいな、そういうのありますね。皆さんこんにちは、タクシーチャンネルゲンタです。本日はこちら、タクシーあるある10連発をやりたいと思います。それでは、行ってみましょう。あ、ちょっと待ってください。プロフィール言うの忘れてました。私は20代から5年間ですね、タクシードライバーを現役で今も続けています。それではタクシードライバーあるある10選、10連発か、見ていきたいと思います。一つ目は、曜日の感覚がなくなる。これはシフト勤務の方あるあるじゃないでしょうか。で、タクシーは確実勤務といって、2日分の仕事を1回の1日の出番でこなすんですよね。なので、朝早く行って、次の日の早朝に帰ってくるっていうシフトが多いです。なので、特に曜日感覚がなくなりがちです。二つ目、どこでも寝られるようになる。私もね、タクシーの仕事する前は、全然寝られなかったんですよ、どこでも。自分のベッドじゃないと寝られなくて。だけど、タクシーで仮眠するようになってから、本当にどこでも寝られるようになりました。いいことなのか悪いことなのか。まあ、いいことですよね。うん。三つ目、お釣りが足りないからコンビニに行きがち。そう。これはね、タクシーで営業中に、10円玉がなくなったとか、100円玉がなくなったとか、1000円札がないとかで、コンビニに行って、こう、両替してもらうんですよね。両替するときにコーヒーを買って両替してもらったりする。こういう無駄な出費が結構出がちです。四つ目、寒い日の洗車がとってもきつい。これは冬ですね、特に。冬の時期の洗車。営業後に洗車があるんですが、その洗車は非常にきついです。洗車屋さんに頼むのもありだと思います。1台1000円から1500円ぐらいの相場でやってくれます。次、脳筋、眠くて間違える。これもね、あるあるなんですが、特に一番最初勤め始めた時って、もう体力がもうあんまり足りなくって、もう眠いんですよ。帰ってくると、営業から。で、その帰ってきた状態で洗車して、脳筋して帰るんですけど、この脳筋が一番最後で、で、数字使うじゃないですか。そんなに難しい計算はしないんですが、その数字のケアレスミスが多すぎて絶対に合わないみたいな。脳筋額と売り上げが合わなくて、もうずっと考えたりしましたね。よくあると思います。はい、次。仕事中に街の美味しそうなお店をチェックする。そして後で行ってみるっていう。これラーメン屋さんとか、おしゃれな、なんかこう、なんだろう、路面にある飲み屋さんとか、そういうのをチェックして、なんか Google とか食べログとかでチェックして、後でちょっと行ってみようみたいな、そういうのありますね。はい、次は、仲間は大体優しい。この営業所の車庫ですね、とか、車庫とか営業所で会うタクシードライバーの同僚は大体仲良し。仲良しかどうかわかんないですけど、優しいですね。やっぱりドライバー同士の気持ちがわかるから、共通の敵がお客さんみたいになったりするんですよ。あのお客さんすごい嫌だったんだけどとか、あそこからあそこ行ったさ、人がさ、とか言って。まあだから、なんか良くなれるのかなとか思ったり、まあ優しい人が多いなっていう印象です。次、入退職に気づかない。先ほどドライバー同士の仲は悪くないよって言ったんですが、しかしですよ、昨日話した人が今日辞めてたみたいなことってあるんですよ、全然。で、その入退職に関しては、特に時間が被らなければ挨拶もないので気づかない感じになります。出勤した時に札が、自分の名前書いてる札が大体どこの会社でもあると思うんですが、その札がなくなっていたら、まあ、辞めたんだなっていう。そんな感じです。はい、9つ目ですかね。街のタクシーをやたら見るようになる。これは仕事中もそうですし、休日、仕事してない時も、なんか地元のタクシーとかをすごい見るようになるんですよ、タクシー始めると。こんなタクシー会社あるんだとか、あの会社あそこの行灯背負ってるんだみたいな、やたらタクシーに詳しくなって、まあ、一緒にいる友達からはちょっとタクシーばっか見ないでうざいよとか言われたりしますね。はい、最後のタクシードライバーあるあるは、長距離っぽいお客様が乗ってくると興奮する。です。まあ、これは長距離っぽいお客様って特徴があるんですよ。ちょっとやってみればわかるんですけど。わあ、あの人長距離っぽい。うちの車乗ってくんないかな。ああ、来た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 。ああ、短距離だった。みたいな。こんなことばっかりですけど。まあ、本当に長距離だったりもするんですよ。あ、ちょっと遠いんですけど、みたいな。その言葉はみんな大好きっていう。うん。まあでも長距離は、その、狙って取るもんじゃないので、基本的には中距離を重ねて取るっていう、深夜はね。時間帯にしてください。まあ、タクシードライバーあるある、こんな感じで10連発、いかがだったでしょうか。
これからタクシーの転職ですね、考えている方とか、タクシードライバーの方とかに見ていただいて、共感して、ちょっと笑っていただけると嬉しいなと思い、今日は撮影させていただきました。今後ともタクシードライバーですね、タクシー業界に関する動画をアップしていきます。よかったら、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。